あただが多層海底は海上自衛隊が運用していた中型総海底の艦級、戦後初の新造総海底であるとともに日本初の木造総海底でもある。実戦実験としての性格があり、純道系のヤシロとともに昭和28年度計画で建造された。太平洋戦争中日本近海には日米双方によって 大量の機雷が敷設されており、戦争末期には沿岸域を含めた海運を大きく阻害していたことから、その対処の必要性は切迫したものであった。このことから、日本の降伏後に大日本帝国海軍が解体される中にあっても、総会部隊は維持されており、1946年には新設された海上保安庁の主要構成部隊となり、1952年には、 警備船部隊としての海上警備隊と統合されて、保安庁警備隊として独立した。警備隊は発足直後より、総海底の国産化を施行しており、その発足者年度にあたる昭和28年度計画では、水上戦闘艦などより優先して、唯一の船舶建造費として、米海軍の AMS に相当する小型総海船2隻分を盛り込んだ。その後、 1952年12月末に感染建造費の増額が決まったことから、さらに2隻が追加されたが、後に1隻が削られて、計3隻として予算が成立した。この3隻は、実践実験としての性格を帯びており、線形、主機関ともに2系統が採用されることとなった。このうち、丸型線形を採用した2隻が本型である。一方、 角型船警を採用したのが、ヤシロであった。要求性能策定にあたっては、アメリカ海軍のアイムズ1急走海艇が、タイプシップとされた。これは、第二次世界大戦中に大量建造されたもので、警備隊でも供与を受けることになっていたが、その引き渡しは1954年12月の予定であり、設計段階では未定がなかったことから、最目の設計は、 独力で行わざるを得なかった。当時、すでに警備隊では、木造の旧海軍第1号が拓船特務艇、第1号が多海特務艇を総海船として運用していたが、これらは漁船と同様に各部の構造部材寸法が大きく、尖閣重量係数0.16と、尖閣重量はかなり重いものであった。総海艇においては大重量の総海具を甲板上に搭載。 展開する必要上、尖閣重量の軽減が求められた。このため、かける徳、聖徳とは異なり、魚雷艇などと同様、積層材を用いた軽構造、木船構造が採用されたが、この手法によって、総海艇のような大型木船が建造された前例は、国内になかったことから、技術的にはかなりの冒険となった。このことから、 当初320トン級が要求されたのに対して、本型を含む28年度計画艇では230トン級に縮小されている。このため船型箇所であり、居住性は悪かった。蒸気の経緯により、本型ではフレームライン形状として従来通りの丸型を採用した。尖閣重量係数は0.08とかなり軽く仕上がっている。 外反は二重型矢羽根構造、肋骨は、手焼の内外層と米末の中間層による修正材としており、使用樹脂は下記の通りである。一方、金属部品が必要な部分については、アルミニウム合金が多用されたが、運用において、強度、高度の不足や電飾が問題となったため、以後の体では、ステンレスなどに変更された。 他の同年度計画観戦の期間は1953年10月末の長期において決定していたのに対し、小型層回線についてはこの時点では適当な機種がなく決定に至らなかった。その後、1954年8月中旬、2隻には三菱 U10ZC デーゼルが、そして国産機と比較研究のために1隻には、 ベンツメガバイト820ディーゼルを搭載することが決定された。ベンツメガバイト820バイトは、西ドイツ製の V 型12気筒4サイクル、高速ディーゼルエンジンで、1番手、あただで搭載された。一方、2番手、いつきでは、三菱重工業のイブ1 0 z c 1 5 20ボルト型10気筒2サイクル、高速ディーゼルエンジンとされた。これは、 魚雷艇用の V 型20気筒2サイクル、高速ディーゼルエンジンであるイブ2 0 z c をもとに、10気筒化、磁性化したもので、出力低下した一方、当初の非磁性化率は重量ベースで52%であった。なお、船体幅が狭かったために、主機械排気消音器を機械室に配置することができず、やむなく煙突排気とされた。しかし、特に2サイクルエンジンを搭載した。 いつきの騒音は非常に大きなものであった。一方、本型と同時に建造された、ヤシロでは、消音機を機関室内配置とし、水ジャケット付きの減速排気としたところ、騒音の低減が得られたことから、以後の総改定でもこの方式が踏襲された。レーダーは、オプスマイナス3、機雷探知機は、アン、ユックスマイナス 1D が搭載された。アン、 UX-1 は1950年に実用化されたばかりの最初期の機雷探知機であり、100kHz を使用する高周波ソナーであったが、同様安定化装置を持たなかったために、明瞭な映像を得にくいという欠点があった。ありがとうございます。